11月9日、フィギュアスケートのグランプリ GP シリーズ第4戦 NHK 杯は2日目が行われ、ペアフリーに、リクリューこと三浦リライ木原龍一が登場した。ショート首位で迎えた勝負のフリーは大きなミスなく演じきりフリー137.55点、合計209.45点で2位だったが、2シーズンぶりに GP ファイナル、12月、フランス、 進出を決めた。前日のショートでは序盤にミスが出てしまい、演技後に二人とも反省の色を浮かべたがこの日は違った。鋭く高さのあるトリプルツイストで勢いをつけると、グループ5リフト、スロートリプルループをバシッと降りるなど、次々とダイナミックな技を披露。持ち味のスピードを生かしたスケーティングに加え、感情豊かな表現で表情を舞った。手応え十分にフィニッシュすると、 陸流、らしい笑みが溢れ会場はスタンディングオーベーション。わずかのミスに木原は悔しさを見せるように舌を出したが、多くの日の丸が会場を優しく包んだ。約1年7ヶ月ぶりとなる国内外戦試合で優勝は飾れなかったが、12月の GP ファイナルに向けて収穫と課題を手にした。